9つの大学からなる正式な連盟である。これは中国の高等教育の発展と評価を高めるため、中国中央政府により9 8号校庭で主導されている。休校連盟に属する大学は中国の研究者の3%だけを占めるが、国の研究費の10%を受け取る。また、全国の学術論文の20%を生み出し、これは 品用総数の30%に当たる。中国共産党の機関紙である人民日報は、休校連盟を中国の IB リーグと記載する。休校連盟の学校には特別な資源が割り当てられ、資源を配分するための特別な手配がある。それらには、中国の最高学位の一つである専任人、計画教授と調校学者奨励賞を授与されたエリート学者の割合が高く、 両方を授与された少数の学者もいる。休校連盟の学校は、研究センターの新設、施設改善、国際会議の開催、世界的に有名な教員、客員研究員の招致、中国人教員の海外会議への参加支援のため、国と地方自治体の両方から多額の資金を受け取る。中国政府は、エリート大学を主に4つのグループに分類している。 そのうち最初で最大のグループが211校庭で、1995年に中国のトップ大学の研究水準を強化するために設立されたもので、基準を超えた大学には非常に多額の資金が支給される。2018年現在、116の高等教育機関が211校庭のメンバーとなっている。二つ目は2050年までに、 世界クラスの42の大学を創設するという2015年に設立された総一流である。第三のより生鮮されたグループは1998年に設立された985皇帝である。中国政府は985皇帝に39大学を参加させ、2011年にその39大学まで上限を設けた。最後で、 最も精選されたグループは、中国中央政府が1998年5月4日に985、皇帝の一環として設立した9校連盟であり、これはより良い学生の育成と資源の共有を目的とした大学のエディートグループを正式にすることで中国の高等教育を発展させることを目的としている。9つの大学が選ばれて資金が配分され、 2009年10月10日、この9つの大学の関係が中国の休校連盟として正式に発足した。ありがとうございます。